なんでしょう、跳ねたような、あっと上を見上げてますね。そうですね。いや、これは追い上げているケビンが前のホールのあのバーディーパットを引きずっているところがなかったのか。そうですね、うまくコントロールしようと思って打ったんですけど、はい、右から回して右のフェアウェイに置こうとしたんでしょうね。だと思いますけども、はい、さあこの後のワンストロークリードのムーア、この大体という形になってきそうです。次が第3打ということになります。この時点では1打差でした、まあ、しかも前のホールで佐野さん、ああいう短いバーディーパットを外した後ですので、そうですね、もうなんていうか、これは優勝を逸するあのロストボールになりますからね。前半はケビンなどのトップリードでしたね。